河津町の河津七樽で秋の訪れを祝う滝祭りが行われました。河津七樽滝祭りは今月解禁された狩猟で採れたイノシシやシイタケなどの秋の山の恵みを食べてもらおうと毎年この時期に開かれています。会場では祭り関係者が山伏と踊り子に扮し、獅子肉およそ30キロを使った1200人分の獅子鍋が用意されました。1杯100円と手頃な値段で販売され、多くの観光客が河津の秋の山の恵みを堪能しました。柔らかいかな、お肉。あ、お肉柔らかい。美味しいですか。美味しいです、まあ、ちょうど冬の感じとあったかい獅子鍋がちょうど美味しい。まあ、初めて来たんですけどね、たまたまこういうイベントやってるっていうんで寄ってみたんですけれども、いいですね、静かでね。このほか河津特産のわさびが乗った泣きべそ餅もあり、多くの観光客でにぎわいました。